北口北高崎駅は群馬県高崎市大橋町にある東日本旅客鉄道新越本線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅互いのホームは古戦橋で連絡している1番線横川方に南口2番線高崎方に北口と2つの駅舎が設置されている駅付近の線路は東南東から西北西に向けて通っているため 南口よりも北口の方が若干南側にある。双方ともに駅員が配置されているが、北口は平日、土曜日の7時から10時と15時から19時までの営業で、営業時間外は閉鎖される。高崎駅管理の JR 東日本、ステーションサービス住宅の業務委託駅である。簡易水下改札機設。置。かつては直営駅であった。 JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1,188人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。南口先の幹線道路上に、北高崎駅前停留所、北口側には東に200メートルほどを歩いたところに、飯塚三サ寺停留所がある。いずれの路線も高崎駅を発着する。当駅と高崎駅との間のバスは、 新越線の列車より本数が多い。ありがとうございます。